はい、どうもカツキンです。今回はこちら昭和記念公園。それでは早速歩いていきましょう。桜は散りましたけど、春のお花が次々と咲いてきましたね。ここ昭和記念公園にもかなりのお花が咲いてるそうなので、お散歩していくんですけど、今回はタイトルにもある通り、春のお花、ネモフィラ、チューリップ、菜の花をあえて広角レンズで撮っていこうと思います。お花撮影におすすめのレンズといったら、望遠レンズとかマクロレンズが挙げられると思うんですけど、じゃあなぜ広角レンズで撮っていくか。確かに望遠レンズはよくぼかせるし、背景が整理される分撮影しやすかったりするんですけど、その一方で同じような写真が量産されやすいんですよね。そこでね、広角レンズでお花を撮るとどんな感じになるのかってとこだったり、どんな感じに撮ればいいのかってとこも紹介できればと思います。まずはネモフィラ畑に来ました。まだ見頃前ですね。そして今日も晴れ男の本領発揮、快晴。見上げても見下ろしても水色。これはもうまとめて撮っちゃいましょう。まだ五分咲きくらいですけど、しゃがむとお花の密度が上がるんで、賑やかに見せることができます。ネモフィラと空だけが映るような立ち位置を探します。この辺りかな。この中でもちょっと長く伸びてるお花を主役に決めたら、近づいて下から煽って撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の左上にネモフィラを入れて撮ってみました。爽やかですね。長く伸びてるお花を主役にしたことで、周りのお花に埋もれることなく主役として目立たせることができました。ネモフィラは少し明るめに撮影すると爽やかに写すことができるのでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。続いては空をもっと大きく入れてみます。余計なものが写真に入らないように意識するのが大事。被写体の正面から当たる光、順光で撮っていきます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の上に青空、下にネモフィラを入れて撮ってみました。ネモフィラが空に溶け込んでますね。順光で撮ると空の白飛びを防げるのと、逆光で撮るよりもお花の色をしっかり出すことができます。ネモフィラと青空の相性は抜群なんで、晴れてる日は青空と一緒に順光で撮ってみてくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。チューリップ畑に来ました。めちゃくちゃ咲いてますね。そして人が多すぎる。もう枯れちゃってるお花もありますけど、場所によっては綺麗に咲いてますね。お、かわいいお家がありますね。ちょっと近づいてみまして、その近くにもチューリップが咲いてるんで、前ボケでチューリップを入れて、奥のかわいいお家をメルヘンな感じで撮ってみます。この辺りの白いチューリップと白に赤とかピンクがちょっとついてる色合い、かわいいですね。逆光でふんわり撮ってみたいんだよな。そうしたらしゃがんで長く伸びてるチューリップを太陽にかぶせて撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三角構図でチューリップを入れて撮ってみました。光を浴びてますね。太陽にチューリップをかぶせて撮ったことで神々しい雰囲気を出せたのと、花びらが透けたことで柔らかい雰囲気も出すことができました。長く伸びてるお花を三角構図の頂点に置くと、周りのお花が足元を支えているような感じで安定感を出すことができるので、ぜひ狙ってみてくださいね。それではまたまた歩いていきましょう。こっちもこっちも人。この水辺のとこめっちゃカラフル。写真内にチューリップのいろんな色が入るように撮ってみます。
ちょっとね、人が多すぎるんで回避しながら移動していきます。あ、チューリップの中に桜の花びら入ってんじゃん。あ、こっちからだと自分の影映っちゃうな。こんな感じかな。このレンズ結構寄れるんですよね。背景に影になってる地面を入れて撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、放射構図でチューリップを入れて3分割構図の右下に桜の花びらを入れて撮ってみました。ナイスキャッチですね。暗い背景を選んで撮ったことでチューリップへの目線誘導になったのと、チューリップの中央に桜の花びらがあることでさらに目線誘導になりました。桜の木から落ちた花びらをチューリップはキャッチしてて、春のバトンをつないでるような写真になったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。人混みから脱出して原っぱに来ました。原っぱも賑わってますね。フリスビーとかバドミントンとかボール遊びとか楽しそう。向こうの方に菜の花畑があるんで行ってみます。おー、めちゃくちゃ咲いてますね。あたり一面黄色。これは広角レンズ活躍しそうですね。菜の花も青空との相性抜群なんですよね。中央に主役のお花を入れつつ、周りにもニョキニョキ伸びてる感じで入れて撮ってみます。昭和記念公園のシンボル、大欅。こっからだと菜の花畑からひょっこり顔を出してるように見えるんで、この辺りから昭和記念公園ならではの写真を撮ってみようと思います。はい、こちらの写真なんですけど、日の丸構図で大欅を入れて3分割構図の上に青空、下に菜の花を入れて撮ってみました。遠くから広角レンズで撮っても大欅の存在感ありますね。広角レンズでお花畑を撮るとお花同士の隙間が目立ちやすくなるんで、前ボケで隙間を隠してあげるとボリュームを出すことができます。大欅みたいなシンボルを写真内に入れるとアクセントにもなるのでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。菜の花の明るい黄色を見てるとなんか元気出ますね。周りの人たちも自然と笑顔になってる気がします。続いては縦構図で上に向かって伸びていきそうな感じに撮ってみます。ここでちょっとしたアイテムを使ってみようと思います。ゴソ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 、この辺りから撮ろっかな。何だと思いますか？じゃーん、ちょっと大きいビー玉。これ結構便利なんですよね。奥の景色は反転して映るんです。さあ、どんな感じになるんでしょう。はい、こちらの写真なんですけど、3分割構図の左上にビー玉、2分割構図の下に菜の花を入れて撮ってみました。景色はギュッと詰め込まれましたね。広角レンズは比較的寄れるレンズが多いんで、ビー玉を大きく写すことができます。そして手元にピントを合わせると、広角レンズで絞り F4 でもこれだけ背景をぼかすことができるので、こんな感じの写真を撮ることもできます。広角レンズは確かに望遠レンズよりも扱いは難しかったりしますけど、望遠レンズじゃ撮れない景色を写すことができるんで、同じような写真を量産している方は広角レンズでお花撮影チャレンジしてみてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回は広角 16-35mm で春のお花、ネモフィラ、チューリップ、菜の花を撮っていったんですけど、やっぱ春はいいですね。いろんなお花が咲いてきましたけど、皆さんはどんなお花をどんなレンズで撮りましたか？ぜひコメント欄で教えてください。あと、こんなレンズで撮ってみてほしいとか、あんな被写体撮ってほしいっていうような要望があればどしどしお待ちしております。これからもお散歩の楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて
これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時カツキンのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。